ジョン・ホークスはアメリカ合衆国の俳優である。テレビシリーズ、デッドウッド10とセックスとワイルドタウンや映画、ウィンターズ・ボーンへの出演で知られる。ミネソタ州アレクサンドリアで生まれる。両親はパトリシアとピート・パーキンズである。ジェファーソン高校を卒業後、テキサス州オースティンに移り、グレッチェン・フィリップスと共にミート・ジョイというバンドのメンバーとなった。彼はまた、 仲間の俳優のロドニー・イーストマンとブレント・ゴアと共に、ミュージカルグループのキング・ストラグラーのメンバーでもあった。24、24- の第1シーズンでは、ゲストキャラクターのグレック・ペンティコフを演じた。HBO のシリーズイーストバウンドダウンの第1シーズンでは、ケニー・パワーズの兄のダスティン・パワーズを演じた。ABC のロストの最終シーズンではレノンを演じた。 映画では、君と僕の虹色の世界、パーフェクトストーム、アメリカンギャングスター、リストカターズ、エーラブストーリーなどに出演した。2011年、ウィンターズ・ボーンでの演技により、アカデミー女演男優賞、全米俳優組合賞女演男優賞などにノミネートされたほか、インディペンデント・スピリット賞女演男優賞などを受賞した。 また2011年にテキサスフィルムホールオブフェームでライジングスター賞を受賞した。ありがとうございます。